ファンドマンの日常。今日も始まりましたファンドマンの日常。 ABF キャピタルの代表の熊原です。同じく取締役の伊達です。取締役の中野です。取締役の蔡です。今日も始まりましたファンドマンの日常。今日は蔡くんの回ということで、はい、はい、お願いします。お願いします。僕もみんなと同じようにまずはこうジングルを作ってきたっていう、もう、何週にわたってやってるのか分からない最後の回が来たので、ちょっと何ヶ月ぐらいずっとやってんじゃないですか。そう、ジングルもうやってねえなちょっとね、作ってきたジングルを流したいと思います。どうやって作ったの？これね、いろいろ組み合わせて頑張って作ったんだけどね、なんか録音っぽい音がするけど大丈夫？クライアントミーティング録音と間違えてない確かに。あ、なんか音が、なんか声が入ってる。声入ってる。音が小さいな。これなんか追加ミーティングロース入ってる。そう、これね、あ、大丈夫だよ、ね、一応してるんだけど、はい、俺が作りたかったジングルのイメージが、はい、最初ちょっとこう導入のなんかカチ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 みたいな、こうパソコンの音からスタートをして、でそこからなんかこうみんながこう会話してるやつがこう重なってって、なんか伊達ちゃんの声とか愛ちゃんの声とかで、その中でもバリューはとかエグジットはとか、なんかこう横文字だらけのみんなの発言をこうわーって集めて、いやこうやってやるためにはとかっていう発言をしてって、でこうわーっとわーわーわーってなって、じゃーん、ファンドマンの日常っていう感じのジングルを作ろうとトライをしたんだけど、時間も予算も技もなく、超低クオリティのわちゃわちゃした何かができる。マジ何かわかんなかった。しかも今流した音もめちゃめちゃちっちゃかったって。けど そういうものをね、作りたいなって思ってトライしたんだけど、めちゃむずかった。それ普通に今度収録してやればいい。あ、そう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 。いやけどちょっとさ、サプライズ出したかった。ああ、なるほどね。そう。いや、みんなに協力してもらってこれを作るっていうのは、本当にやりたいのでやるんだけど、ちょっと、こんなの考えてきたんだっていう感を、出そうと思って努力したら、なんかわちゃ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 、ミーティングの音声が流れてる。大丈夫大丈夫大丈夫。あとでじゃあちょっと後でもう一回チェックしよう。大丈夫かどうかダブルチェックしよう。Windows の限界だったの。Mac だったらガレージバンド使えばそういうのすぐ調整できるけどね。そう。俺だってめっちゃ頑張ってんだよこれ。あの見てほしいんだけど、それぞれの人がどういう発言をしたところを切り取ってんのか、一個一個切り取ってんだよ。俺がこの発言をしたみたいな、会議中のやつで録音して、なんか今メンションしといたからとか、ストックオプションどうすんのとか、長松くんのこう、あの、日程仮ブロックしとくねとか、あの、PL 詰めて、なんかどれぐらいになるかとか、愛ちゃんのクリティカルだとか、そういったこう、伊達ちゃんのなんかローン交渉デッドとか、たっくんのなんか、ウォッチした上でフィードバック返すねとか、なんか、そういうこうなんかコンサルファンドマンが使ってそうなところを切り張りして、日常だ。やって、日常をやってて。で、これ、ね、1ヶ月前、2ヶ月前くらいかな、このちょうど音声集めをしてたのが、クマが忙しすぎて、クマが全く定例会に出れなかった時期だから、クマだけ全くないの。マジ？うん。俺の言葉ないの？うん、そう。あの、俺らの ABF のファンドマンの日常にクマがいないっていうのが、現れている。いや、それも日常だ。それも日常。俺がいないっていう日常。オフィスにいない。オフィスにそう。だからそう、カタカタ音とかも。俺、伊達ちゃんがね、パソコン叩いてる音がね、入ってる。あ、そうなの？そう。ちょっと待ってねって言って、カタ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 ってやってるやつ。で、それをこう、それぞれ。ハッカーみたいなことです。そう、愛ちゃんの発言の部分とか、伊達ちゃんの発言の部分とかを全部まとめて、で、それをさらにこう、重ねて。もう一回聞かしてじゃん。ちょっとちっちゃすぎたんだよね。それを踏まえて。そう、もう一回その、ね、編集して聞きたい。うん、いや、そう。だからもう一回ね、ちゃんとやりたいって思うやん。これ音ってどうやったら大きくなるんだろうな、もっと。なんかアプリなんです。いや、もうひたすら録音重ねてみた。そうだったんです。朝録でやる。バタ小さいね。バタ小さい。これどうやってなんないのかな。スピーカーに繋ぐとかじゃん。ああ、確かに。ホラー映画みたいパラノーマルアクティブ、パラノーマル突然テレビがついて音声だカチ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 、これ BGM にしたらでもカフェにいる感じになるかもしれないけど、確かにこれなんかさ
あれにつないで、Bluetooth でつないで爆音にしたら。ちょっと後でやってみようか。後でやってみようか。ちょっともう一回ね、はい、そんな感じのジングルを作りたいなっていうイメージだけあったんだけど、ね、全く実力もなく、再編集する余裕もなく、もうとりあえずこれだって感じでした。そう、ちょっと作りたかったんだけど、自然な感じ。意外と難しかったなっていう。ですね、今トライをしようとして Bluetooth、 そこのペアリングってボタンを長押しすると多分できるはずだけど、これが流れる、コネクティッド大きさじゃない、これ流れるかな、それですら小さいかな、じゃあ一回、もう一回出る、ボリューム爆音にするよ大丈夫かな、普通に繋げた時に死ぬかもしれない行くよ、人生音量マジやっぱりホラーだよ間違って電話かかってきた時の感じだよね、あ、そうだよ、繋がっちゃったみたいな、ガサ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 って押します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 、あ、これ多分ちげえやつだなみたいな、いや悲しい、そりゃトークに移ろうか、トークに移ろう幼稚園受験、加熱する子供の教育についての話を、はいはい、なんか前も似たようなテーマやったことある気がするなって思いつつ、そう中学受験じゃない、中学受験だけど、そのさらに手前の手前の英語教育もあったり、ああそうですね、教育関係みたいな、教育の話をしていこうかなって思ってます、いいねですね、うん、この前ついこの前終わっていろいろやって終わったんですけど、娘の幼稚園受験、おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。よかった。とりあえず終わって、ね、よかったんですけど、やっぱちょっとそこで見てきた面白い世界というか、みんなどう考えてる？幼稚園受験。うん。全く自分は考えてない。考えてないけど、我々がお世話になっている方とかになった時は、ちょっと同僚が一人、この前終わったみたいなんですよ。今は子供さんいくつだっけ？1歳半です。ちょうど今だよ。そうもうそろそろだよ、マジか、いやそれは結構面白くてさ、いやだから自分もね、あの宮城出身の子供だったから、全然受験って、まあそれこそ高校受験とかが最初ぐらいのイメージ、それまではこう地元のね、幼稚園小中みたいに通っていくみたいな感じだったから、なんか1歳半からとか、なんかもうちょっと前ぐらいからみたいな感じでね、幼稚園受験塾に入ったり対策をしたりっていうところはね、面白かったんだけど、結果ね、なんていうかな、受験対策のために通い始めたとはいえ、娘は楽しそうにしてたから良かったなっていうのは、まあそれなら、そう、うん、なんか全然あの交友関係増えたし、単純に社交的になった気もするし、最初やっぱりそう、なんか受験対策で塾とかってやれるとなんか結構縛られてガチガチで良さ消えちゃうかなって思ったけど、なんか決して幼稚園受験対策の塾は全然そんなことはなくて、むしろもちろんなんか一緒に歌歌ったりとか、ちゃんと挨拶したりとかっていう、まあある意味なんていうの、普通に学んでもらったら嬉しいようなことをやったりとか、あとなんかハサミでこういうものを作ってみましょうとか、なんかいろいろ工作してみましょうとかっていうのも結構面白いことをやってたから、なんか受験対策塾っていうとちょっと俺もなんか抵抗感させちゃったんだけど、いざなんか子供たちが楽しめる習い事みたいな感じでいろいろやりますって考えると、まあ全然悪くはないあれだったかなっていう感じだね、そう、ただやっぱりこう受験が近づいてくるとっていうところでの、そこは本気だなって思うのが、その塾側も受けてる側も本気だなと思うのは、やっぱりどっちかっていうとこう親向けの対策はすごい、なんていうの、しっかり教えてくれるし、それはなんか日々っていうか、まあ週に1回とか通ってるだけだけど、そこのなんか娘たちへの教育云々っていうよりも、受験をいざ控えた時の親たちがどう振る舞うべきかとか、願書をどう書くべきかとか、当日どんなことが起こった時にどう対処すべきかとか、そういったところはね、なんかやっぱりプロだなっていう感じだったし、それにかける親たちの情熱もやっぱりすごかった、すごい世界だったなって。幼稚園受験って、塾に通わずに受ける人っているのかな？あ、けどなんかね、行っていそうな感じだったし、
やっぱり分かるから行くと効果はあるんだろうなってそういう意味でも思った、うん、この人は対策せずに来たきっと、きっとそのなんか情報を得られずに来たんだなっていう感じの人が無課金、無課金ユーザーが来たみたいなブリーフ一枚で、うん、いやけどそれこそなんかしてきてるいやボケてる服装とかもやっぱりそうだし、うん、あとそのスリッパを持ってこないといけないそれは確かに分かりやすそうで、まあね初見殺しみたいなのがいくつかあるいやそう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 、だってスリッパってまあ確かにさ持ってってもいいけどさ、なんか幼稚園に入るぐらいだったら裸足なのかなとか、うん、なんかスリッパ用意されてんのかなとかって、うん、まあ分かる、ね、多分普通にちょっと不安に思う人はまあちょっと情報収集したら、うん、あスリッパ持ってくものだって分かるぐらいの話なんだけど、そういうの情報得られなかったら、まあ、スリッパ履かないと落ちんのかな、落ちるんだと思うよ、やっぱり怖っ。幼稚園受験持ち物で調べたら受験票上履き靴入れってもう上から3つがそれだから、そう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 、っていうのとかもそうだし、あとはやっぱりなんか就活の時とかいろんな面接でもあるあるだけど、なんか入る時のこう順番とか、最初にこうどういう自己紹介で誰々の父親で、なんちゃらです、みたいな、うん。そういう風にちゃんと入るとか。で、なんか父親が、紹介をするとか、家族のこととかをね。なんか顔合わせとかでやるやつ。ああ、そう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 。それに近いようなことを、なんかやるべきなのかどうかもわかんないじゃん。とかっていうところも、こう、一個一個こう教えてもらったりとか。そう。で、なんか模擬面接とかもちろん、やって、いろんな質問をしてもらって、で、アドバイスもらって。で、ちょっと一部のね、メンバーには話したけど、質問に対して、ビジネスマンってさ、もちろんその質問に対して答えることを求められる。当たり前のこと言うんだけどね。当たり前の質問に対してけど、なんか、それて話したいことがあったとしても、基本端的にこう、アンサーファーストで、うん、この質問に対してはまずこうなんです。で、なぜならとか、そのファクトとしては、みたいな順番で話すことが多いけど、それだと、マックス80点ですって言われて。残りの20点は、もう質問に答えてなくても自分たちの魅力をいかにこう伝えるかっていうところでできることが大事なんですよって言われて、でそれがまあ本当かどうかちょっと分かんないなとは個人的には思ったんだけど、でもその道のプロでそれなんかどういう人が受かったどういう人が落ちたみたいなのを見てきてる人がそう言うんだから、きっと幼稚園受験の世界はそうなんだなって思って、その瞬間に100点取ること諦めて、もう取れないね、本能的にさ、やっぱ聞かれたこと以外のことをさ無駄じゃない、あ、そうそうそう、GBC に近い英語の。GBC の逆だけどね。GBC はあれはなんかロジカルさとかを求められるって話だけど、幼稚園受験だとその家族の魅力とか気をつけてることとか、自分たちの家庭の方針、教育方針だとかっていうところを散りばめる。もしくは散りばめるどころか、最後に補足的に言うみたいな、聞かれてなくても。そういったものが求められるんですよ。で、かつ、何問、どんな質問が来るか分かりませんの状態でっていう。もう難易度高すぎてさ、そこで散りばめた後に家庭方針を教えてくださいと言われたら、もうなんか同じことしか話せない。そうね。っていったところとかを何回か練習もしてやっていくっていうと。面白い世界です。いつも思うけど、試験官側の方はそれをなんか不思議に思わないのかっていうのはちょっと気になるところだけど、ね、質問に答えてないよね、あなたって思わないの。思わないんだろうね。俺、すごい、試験官側、どんな気持ちやってんだろう。まあ、なんかどれだけちゃんと準備してくる親なのかっていうのを見てるだけっていう感じ。あ、本当にそうなんじゃん。うん、それもあるから。親選別試験って感じだよね。多分わかんないけど。まあね。けどやっぱり多分子供と親のこうコミュニケーションのポイントだ。だからやっぱりこう答えてる内容っていうよりかは多分その場の感じる空気とかは結構見られてるような気もするのと、あと幼稚園受験だとその面接一本だけじゃなくて。なんか親子遊びみたいなところを見るみたいな幼稚園もあって、園によっては。へえ。うん。親子遊びとかが子供たちが遊んでる様子をまあ親が周りで見ながら、で、試験官も見ながらみたいな。親子遊び、親子で遊ぶ、まあ、親も一緒に子供。親子で遊ぶ以外に何や、親同士で遊ぶ。いやいや、親同士が子供で遊ぶ。その、そうそう、いや、なんか子供、その掛け算しかない。子供遊ばせるのは嘘がつけたけど、親子で遊ぶ試験ってちょっと、わけわかんない。で、演劇でもすんのかな。ちょっとすごい、想像がつかないから。まあ、親も一緒にいる空間で、まあ、子供たち同士が遊んで、で、まあ、親も一緒に入ってみたいな感じの、で、様子を見たりとか。それ、段取り組んで、もう演劇するのと同じ状態にならないのかな。でも、いや、でもだから、
鬼ごっこしようとか言って、うん、あとなんその場に何のおもちゃがあるかみたいな、モノボケと同じ、なるほど、その場でなんか何が用意されてるか分かんない空間に放り出された時にどういう遊びを遊びを考えるじゃん、遊びを考えるだけじゃないけど、あとやっぱ他の子たちもさ、これ使いたいっていうの重なっちゃった時にどういう風になるのかとか、で別になんかそれでどういう反応がいい悪いではないっていう話ではあるんだけど、いや無理だな、試験は集団なんですか、試験はそのやつは集団で、なんか面接はまあこう個別にみたいなのが多い、あ多分それも縁によってなのかもしれないけど、自分が受けてたやつだとそんな、そうすごい面白い世界だな、へえ、難しすぎるな、そう難易度が高い、とてもなんていうのかな、正解が本当に全くわからないから、自然体に振る舞うしかないのが基本なので、まあ、対策って。だから対策なしで突っ込む人もいるんだ。そうだろうね。うん。って思うけど、それはそれでバレちゃうみたいな。そうね。自分もまあなんか、就活の時ほぼ対策しなかったけども、うん、それでもなんか、一応最低限常識的な、同じやつは見たけども、それなしで突っ込むのはちょっと。俺でもそれなしで突っ込んでるよ。あ、そうなの。コンサルが何する会社か知らずに言ってるから。俺も同じ。突撃して、なんか面白いことを聞いても、志望動機ってほぼ聞かれねえじゃん。うん、コンサル会社はそうだね。だからなんか全然普通に、なんかフェルミ推定して終わったから、うん、で。行って初めてこんなことしてんだみたいな。コンサルと金融の違いもわかんなかった。あ、同じ。マジでそうだったね。それこっちも IB とコンサルの違いとかあんまり分からずに、ね、IB が何やってるのかよく分かんない、引き受けでしょ、あの証券のあ引き受け業務がメインなんじゃないかと勝手に思ってるけど、何すんだろう、ね、この就活の時はね全くその辺は、うん、だからフェルミ推定なるものがあるっていうのぐらいの試験の情報はしてたけど、友達に勧められてくらい、そう、そういえば証券とインベストメントバンクの違いとか分かんない、で証券会社の中にインベストメントバンク部門があっていたりとか、これはどう違うんだろうなとかっていうのは、そう、でも投資銀行部門が FA 業務とかやってたりするから分からないもう分からないけど、引き受けもやるし FA もやるしみたいなのか、よく分かんない、うん、まあいや面白いよ、ああで面白いなって思ったのは、まあ、単純にその経験としても面白かったし、うん、あなんか娘楽しそうだからよかったなと思った、うん、なんか結構最初抵抗感あったのは、まあ、そのせいでこうね、プレッシャーがかかったりとか、閉じこもっちゃうか、なんか、ギュッてなっちゃうと、もったいないなと思ったんだけど、まあ、みんな多分、うちの娘見てわかる通り、弾き続けて、ね、元気に育ってるから、まあ、普通にそういう意味でも、全然ポジティブでよかったなと思ってて、面白いなと思ったのと。来週もお楽しみに。